はい、どうも皆さん、こんばんは。今回はですね、イービル選手に関するね、ことをまあ話していこうと思うんですけど、まあ、イービル選手といえばね、ご存知、ハウスオブトーチャーの親玉にして、まあ、現在、新日本プロレスで本当に、まあ、唯一と言ってもいい純粋なる、日本人ヒールの親玉をね、しているレスラーかなっていうふうに思うんですよ。まあ、イービル選手、非常に僕は、推しのレスラーではあるんですけど、まあ、非常にやっぱ賛否がね、溢れてるレスターであると、まあ、そんなね、イービル選手というのはですね、もちろん、今年のまあ G1 クライマックスにも、参戦するわけではあるんですけど、まあ、そのイービル選手というのがですね、まあ、その今年の G1 クライマックスに関して、まあ、その G1 はね、全戦秒殺してやるっていう秒殺宣言とか、あるいはその何ですかね、この今年の G1 って。まあ、その人数が、増えて史上最多の、32名であると。で、さらに言うと、試合時間に関しても、第1回から続いていた、30分っていう時間を崩して、まあ、10分短縮の20分っていう、まあ、その時間を短くしたわけなんですよね。これ初めての、試みなんですけど、やっぱそのことに関してもイーブル選手というのが、なんか非常にまあ意外というか、まあ、その独自の見解というものをね、今回述べていて、まあ、結構その突っ込みどころも多かったんですけど、まあ非常にやっぱ面白かったんで、まあ今回はね、そんなイービル選手に関してのお話をね、していこうと思います。で、まず、やっぱ今年のまあ G1 クライマックスって非常に、その、始まる前から賛否があるというか、まあその、まず史上最多の32名と、その元々は、なんか最初は10名とか20名とかでしたんだけど、なんかどんどん増えていって28名と、そして今年は、まあ32名ということで、まあ史上最多ってことに、まあなってるんですけど、まあ32名ってまず多すぎんじゃねえかと、ふざけんなと、まあそんな G1 じゃないわっていう風な、やっぱそういう批判もまあいくつかで、起きてるわけではあるんですよ。ただそんなイービル選手というのは、まあご自身はこの C ブロックにね、エントリーされていて、まあその同ブロックには高木慎吾選手とか、デビッド・フィンレイ選手とか、まあタマトンガ選手とか、まあそういう人たちが同じグループにいるわけではあるんですけど、まずイービル選手はこの自身のグループのメンバーに関しては、なんかまあ一人を除いて、マジでパッとしねメンバーばっかりだなと、雑魚がね、何人集まっても同じだよと、まあこんなメンバー相手に、勝ち抜けられなかったら、まあ、自分の実力をね疑うわっていう風なことをまずイービル選手が、今回はトースポさんの記事で、コメントしてるんですよ。まあ、この一人を除いて、パッとしねえメンバーって、この一人除いてて、おそらく、まあ、同じグループのリーダーでもある、デビッド・フィンレイ選手のことかなっていうふうに思うんですけど、まあ、非常になんか、イービル選手は非常にまあ、雑魚がね、集まってるって言ってるんですけど、まあ、この C ブロックって僕非常に、面白いブロックと思ってまして、その面白いっていうのは、その試合内容的に、まあ、一番面白いブロックかなっていうふうに、思ってるんですよ。その石井選手とか、高木選手とか、まあ、タマトンガ選手とか、あとも AEW からエディ・キングストン選手とかが集まっていて、あとまあ、バレットクラブからはそのデビッド・フィンレイ選手と、今回のイービル選手っていう風な、まあ、言ってしまえば非常にこう、ごつごつした試合内容ですよね。真っ向勝負の試合内容を、まあ、その普段からやっている、やろうとすれば、できるメンバーっていうのが数多く集まってるんで、やっぱそういう意味でもこの、手が合うレスナー同士の戦いが、まあ、多くなるんで、本当にその試合内容っていう意味では僕はその全ブロック通して、まあ、C ブロックが一番、面白くなるかなっていうふうに思ってるんですよ。で、やっぱその分、結構実力も、まあその一部選手確かに高いなっていうふうに思うんですけど、比較的その他のブロックと比べても、まあこう実力が並んでいる平均的な感じで、こう誰が抜けるか分かんないかなっていうふうに、ちょっとまあ思っていたんですよ。ただやっぱイーブル選手からすると、いやなんかもう一人を除いて、おそらくデビッド・フィンデを除いて、他のメンバーマジで雑魚しかいねえと、もうこのメンバー相手に、勝ち抜けられなかったらマジで自分の実力を、まあ疑うわっていうふうなことまでこれ言ってるんで、まあイーブル選手からするともうこのブロックにエントリーされた時点でもう勝ち抜けするのは当たり前であると、余裕すぎるってことを、まず今回イービル選手は、コメントしていると。いやいやマジかよ本当かよっていうふうにちょっとまあ正直思うんですけど、まあ、イービル選手はこう言うんで、まあ、おそらくそうなんでしょうと。
で、次にですね、今回、まあ、その公式の試合時間っていうのが、10分短縮されて、まあ、30分からこう20分に、なったわけではあるんですけど、まあ、やっぱそのことに関しても結構その批判的なコメントっていうか、まあ、やっぱ内藤選手がまず、まあ、その何も説明もなくね、会社側が説明もなく、急にその公式戦の時間をね、30分から20分に変更するのは、違うんじゃないかと。なんで説明が何もねえんだっていうふうな苦言を呈して、まあ、その大張社長っていうのが、ご自身のまあツイッターでこうスピーディーなね、試合展開に期待して今回は30分からね、まあ、20分にしましたっていう説明するぐらい、まあ、この試合時間変更ってやっぱ結構物議を醸しているわけではあるんですよ。でやっぱりそのファンの意見とか見ていてももちろんその何ですか、その30分の方がいいっていう意見もあってあったり、いや20分の方がいいんじゃないかと、そういう変化も、大事だよっていうふうな、まあ、いろんな意見があるんですけど、まあ、やっぱ比較的内藤選手のまあその肩を持つというか、その20分にするのは違うんじゃないかと、ちゃんと説明しない新日本はおかしいんじゃないかと、やっぱ新日本っていう会社がおかしいんじゃないかっていう風な、まあ、意見がちょっとまあ多いように見えたんですよ。ただ今回ですね、まあ、そのイービル選手というのが、まあ、この試合時間短縮問題にも切り込んでいて、しかもイービル選手というのは結構その珍しいというか、僕は意外だったんですけど、まあ、そのイービル選手が言うにはですね、まあ、そもそもが、内藤をね、はじめとした、一部の、ノロマな連中がね、ちんたら試合してるから、会社がね、メスを入れたんだろうと。文句を垂れる前に、まずはこう自分の実力不足をね、恥じるんだなっていう風な、これまさかのこのイービル選手というのが、その、なんですか、内藤選手を批判して、まあその結果的にですよ、新日本プロレスの、肩を持つような発言をしているというのが、僕は個人的にすごい意外でしたね、はい。まあおそらくイービル選手ってやっぱ元々こうロスインゴにいて、まあロスインゴを抜けただけあって、まあやっぱこうロスインゴのことがあんまり好きじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあやっぱその辺加味してみても、まさかのこうイービル選手が何ですか、こう会社の肩を持つっていうのが結構まあ面白いなっていうふうに思いましたね。でやっぱこのイービル選手が言うには、まあその20分に変更されたのは、まあ他の連中がね、そのなんか時間を伸ばすようななんかチンタラした試合ばっかしてるのが悪いんだろうと、会社批判する前に、自分たちでもっと実力つけて20分で終わるぐらいの試合すればいいだろうっていう風な、まあ、この持論をね、展開されていると。でさらに、まあ、イービル選手のコメントはこう止まらなくてですね、まあ、このルールでやるんであれば、まあ、20分でね、勝つ自信がないからといって、まあ、反則上等で、試合をまあぶち壊す、クソ野郎がね出てくることをまず考えるべきであると。まあ、このブロックで言えば、タマトンガとか高木慎吾とか、まあ、アーロン・ヘナーレあたりが、こう、卑怯なね、真似をしてくるんじゃないかと。まあ、こう、差しをね、戦いに水を差すやつは、俺が許さねえっていう風な、まあ、そのリングが無法空間と化す危険性についても、まあ、イービル選手はこう、指摘をされているっていうことなんですけど、いや、ほんとこれね、どの口が言ってるんだっていう風に、まあ、正直思うんですけど、まあ、ただ、イービル選手が言うには、やっぱその20分に変更したことによって、やっぱ他の実力がないレスラーたちっていうのが、ちょっとこう、20分じゃ試合決めきんないから、まあ、この自分の軍団の、味方軍団仲間呼んで、ちょっとまあ試合に乱入介入してもらって、早めに決着つけようという風な考えを、まあ考えに及ぶレスラーが多くなって、まあ、その G1 のリングが無法地帯化することに、やっぱ非常にイービル選手は、危機感を持っていると。まあ、これ本当にね、イービル選手の言いたいことが本当なんであれば、まあ、これイービル選手ほど本当にもなんですかね、このリングを守るような、守護者みたいな、本当正義の、男の鏡みたいな発言されてるんですけど、まあ、ちょっと正直ね、やっぱ僕もさすがにイービル選手推しではあるんですけど、まあ、全く信用することができないと、はい、本当にいやどの口が言ってんだっていう風なツッコミを、まあ、言いたくなってしまうぐらいの、まあ、コメントではあるんですけど、ただまああるんですけど、まあ、イービル選手はこうおっしゃっていると。そしてイービル選手というのはですね、最後に、いや俺がね、G1 の治安守ってやるよと、まあ、平等で、公正なね、監査役を、連れてきてやると、スピーディーな試合が、期待されてるんだろうと、まあ、安心しろと、俺が前線秒殺で、終わらせてやる、ありがたく思うよっていう風な、まあ、ことを最後に今回イービル選手は、コメントをまあ締めくくってるわけではあるんですよ。はい、まあこれまずこのコメント、まずそもそも、公正
名な監査役を、連れてくるって言ってるんで、これ、まあ、つまり、まあ、おそらくディック東郷選手とか、まあ、今回 G1 にエントリーされてない高橋裕次郎選手とか、あるいは、まあ、ジュニアの翔選手なんかを、まあ、これも連れてくる宣言してると、つまりもう間接的に、俺の試合はもう乱入介入を、する準備はもう整っているぞっていう風な、コメントにしか僕はまあ思えないんですけど、ただまあイービル選手というのはなんかそのもうスピーディーな試合が期待されてるんだったらもう俺が全部あの秒殺を終わらせてやるっていう風なことをまあ言ってると、はい、いや本当にこれ本当にまあイービル選手の言う通り、全部の試合が秒殺、全部の試合が、秒殺でまあ終わってしまった、逆にちょっとその興行としてどうなのかなっていう風にも思うんですけど、まあイービル選手はこういうコメントをされていると、まあっていうのが、今回のまあイービル選手の独自の、G1 に対するコメントなんですけど、いやあの正直確かに、ね、すごい突っ込みどころはめちゃくちゃあるんですけど、ただ僕がやっぱね思ったのがイービル選手ね、やっぱ非常にあのコメントっていうかなんかその何ですかね、キャラクターをついに、確立してきた気がするんですよ。そのなんかこのもちろんそのトースポさんといえば、内藤選手とかあとまあこうグレート王冠選手のコメントっていうのが、まあ、非常にこうやっぱ目立つと思うんですけど、まあ、そんな中で新しくやっぱイービル選手のコメント力っていうのがやっぱこれ非常にまあ上がってきてるというか、実際やっぱこのイービル選手のなんかこう電話シリーズとか今回のコメントとか見ててもめちゃくちゃこう突っ込みどころがあるんだけど、でもなんですかこうやっぱ読んでるとちょっと面白いっていうのがやっぱこのイービル選手のこのキャラクター性というのが、まあ、ついなんかこうね確立されてきたのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、正直あの僕が望むようななんかその闇の王的なキャラクターではまあ全くないんですけど、なんかまあヒールで普段はすげえ悪いやつなんだけど、やっぱどこかコミカルで、なんかコメントも完全に言ってることわけわかんないというか矛盾してるんだけど、まあどっかこうクスッと笑えるとか、なんかそういう風ななんかまあイービル選手キャラクターになってきてはいるんで、まあなんかまあ今後のイービル選手のコメントにもね、期待してまあ見ていきたいかなっていう風に思いますね。もちろんね、G1 の試合にもね、期待したいんで、まあ本当にこのイービル選手の言う通りね、G1 クライマックスはこの無法者になってしまうのかと、それとも、イービル選手自体が無法者になるのかというところも、含めてまあ楽しみにね、見ていこうかなというふうに思っておりましたけどね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。